あれ、マッチュンいる。何してんだろう。ちょ、マッチュン。ちょ。え、何してんの。何すか。何してんの。マッチュン、何してんの。TikTok 撮ってんすけど。いや。てか、そっちこそ何すか。今散歩してたんだけどさ。マッチュンいるなと思って。何してんの。ないわ。今めっちゃいいの撮れたのに、邪魔された。TikTok、今流行ってるの知らないの。え、全然。あんま。あー、もうなんか、ちょっと気分変わっちゃったな。気分のせいで。じゃあ何する。え、何する。しかもなんか、お前の顔見てたらイライラする。ひどくない。ちょっとちょっとイライラしたから、ちょっと一緒になんか飯でも食う。本当に怒ってくれんの。いいよ。マジ。どう行く。決めたからあれか、業務スーパーで行っか。そんな俺安い。すぐそこにあるし、うん、そんな俺安いもん。安もん俺。安い男だろ。ひどくないそれ。呼んだらすぐ来るじゃん。じゃあ業務スーパー行く。でもお前んちで食うからよろしく。そこのとこもういいよ、うん、怒ってやるからそんぐらい勘弁しろよ。あ、頼むわ。じゃあ業務スーパー行こうか。はい、じゃあ業務スーパー着いたんでね。まあキムんちから徒歩3分。ほんとなんかキムにお似合いな安さと近さっていう感じで、それでは行ってみます。ひどくない。ちょっとそれここが業務スーパーか。よっしゃ、大量。じゃあちょっと帰って台風の糸行きましょうか。はい、ということで業務スーパーから帰りまして、見てくださいこちら。これね、結構買ったと思ったんですけど、このキムんちの机がでかすぎて埋まらなかったっす。はい、ということで、そんなキムがね、わがまま言いまして、なんかパスタにハマってるらしくて、もう僕も見たことないメーカーなんですけど、このパスタなんかね、一束130円ぐらいで、で、さらに明太クリームナポリタンのソースをつけて、こちらなんと500円いきませんっていう感じでね、キムがちょっと撮影付き合うんだから買わせろって言ってきたんで。いや、行ってねえよ。行ってきたんで、こちらね、献上したいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、まあこれが僕の飲み物ウーロン茶、100円しないです。この、なんだろうな、ベイマックスみたいなコーラが太りたいらしいんで、キムにこれも献上します。で、こちらが業務スーパーといったらめちゃくちゃ有名だね。この見てください、杏仁豆腐7〜8人分。これ全部ジュースかと思ったら杏仁豆腐なんですよ。こちらね、デザートで使えると思うんで、もうこのままスルッて四角い感じで出てくる。はい、これもね、最後食べたいと思います。で、なんかこれがね、業務スーパーっぽいなと思ったんで、この4種類他にもあったんですけど、僕が食べたかったのはこの4種類ですね。山クラゲ、タケノコ、きんぴらごぼう、切り干し大根。一つあたり130円ぐらいなんで、もう520円ぐらいです、これで。これ全部開けてご飯と一緒に書き込んで食べたいと思います。で、こちら、はい、みんな大好きチーズインハンバーグというかチーズオンハンバーグですね。で、後ろになんか舞茸照り焼きソースみたいなの書いてあるんで、照り焼きです。絶対うまい。はい、こちら一本満足。間違えた。丸ごと一本、まあ一本満足みたいなもんですわ。はい、たくあん、これ後で丸かじりして、まああと残りはキムに渡したいと思います。いらねえよはい、でこちら、あの柔らか味噌煮豚。煮豚ですよこれ。見てこれ、罪悪感の塊。これをね、タレもご飯にかけて口の中ぶち込みたいと思います。茶色いな。これ2つ角煮が入ってて500円しないぐらいですね、安い、うん、はい、こちらバターチキンカレー。多分これね、触った感じルーないですあ、ルー。そんなことあるんですか。触った感じ具がないです。はい、多分シャバシャバ系なカレーかなと思ったんですけど、3個入りなんですけど、多分200円しなかったんで、もう1食めちゃくちゃ安いと思います。はい、で、こちらが、はい、木村のご飯という感じで、まあ、佐藤のご飯ですね。はい、こちら安かったんで4つ買ってきました。多分今日ね、2個か3個しか使わないと思うんですけど、残りも全部、あのここはあの僕の保管所なんで、あのふざけんなキムチは僕の保管所なんで、ちょっと全部置いていきたいと思います。はい、そしてこちら納豆。ちょっと聞いてほしいんですけど、このね、卵醤油の納豆めちゃくちゃ好きで、あのスーパーで30円なんですけど、業務スーパーなんと75円。どう？安いでしょ。めちゃくちゃいいよねこれ。ちょっとね、あの少しフィルムが出てるんで、ちょっと不良品かなと思うんですけど、まあそこはね、共有範囲です。間違いない。残り3点。はい、白菜キムチ。これなんとこんだけ量入ってて、見てもほらほら、もうなんか野球のボールより重いですわこれ。はい、何言ってんのもうなんかね、ソフトボールぐらい。あ、でも違うな、キムの金玉ぐらい、うん、はい、そんな重くねえよ。そんな金玉でかくねえよ。なんか
か精子大量に出るらしいんで、今は、はい、全然割れねえな。はい、これはね、あの200円ぐらいで安かったんで。で、これがね、あのめちゃくちゃ懐かしすぎて買っちゃいました、牛カルビマヨ。皆さん、中高生のお子さんを持ってる主婦の方々、これ結構使うんじゃないですか。僕はね、もう高校生の時にね、めちゃくちゃ好きすぎて親に頼んでました、これ。あれめちゃくちゃうまいから。これ2個あればご飯全部いけるみたいな感じで頼んでました。はい、そしてラスト。うわー、これやばいです。サラミ、ベーコン。1枚あたり、183kcal、タンパク質 7.1、脂質 5.7。おー、神商品。はい。いいんですか？いいと思います。筋トレしてるキムからしたら、ご褒美だけどそんな太んないってことですか？そうですね、神商品かもしれないです。なるほどね。まあ、これをね、まあ、全部キムに食わせて太らせていきたいと思います。はい、ということでね、早速ね、どんな味するのか、まあここら辺とかは大体味決まってるんですよ、食べたことあるんで。問題はこのね、業数コーナーですよ。あの、これもいらんこれ。おいおいおい、いやいや、おい、パスタいらん。得意料理パスタとか言ってるけど、お前湘南の風か。美味しいパスタ作ったお前、女だから作る方が、男に作られても全然嬉しくないと。はい、君だけのパスタですね。ポップスターですね、それは。クソ問題な、お前。ボスといい。すいません、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。ということで、まずご飯は、まあ、食べる前にチンするでしょ。たくあんからいきましょうか。え、サタン。たくあん、たくあん。たくあん、ね、たくあんこれ切ってもらって、あ、俺が。丸かじりしないんですか。俺がってやるんで、キムが持ってきてくれます。もうシェフなんで。僕がお客さんなんでね、すべてご用意していただく感じなんで。で、これ多分ちょっと時間かかりそうなんで、これお湯で湯煎してもらって、まあ、あとでほぼチンだよね。これもチンだし、あ、これも湯煎。キムカレー食べる。うん、食べる食べる。まあ、これはもう全部盛り付けてもらって、まあ、卵はもうあのガーってやって部屋にばらまいて。それはちょっと困ります。で、これはあの懐かしいもう。それはチンですね。チン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 、うるさいなお前さっきから。レンジです、レンチンですね、レンチン。え？レンチンですね。はい、ということで早速食べていきたいと思います。はい、ということでこちら完成しました。見てください、全部キムに用意しました。まあ、まずね、何が一番インパクトあるかなと思ったら、もう見たら分かりますよね。こちらいきますわ、一本満足。はい、いきます。これもね、思い切り丸かじいきます。いただきます。うん、おいしいですか。めっちゃうまい。なんかしょっぱいんだけど、ザックのちょっと米必要だわ、これ。いただきます、木村のご飯。そうだね。うん、うまいわ、結構。でもね、僕キムに切れてたんですよ、これ。全然なんかやっぱね、やっぱ切ったらうまいわ、たくあん。たくあん一本で食うもんじゃないですからね。切っとけよ。キム後ろから丸かじするじゃん。じゃあしてみるわ。いただきます。ASMR だ。ASMR をご堪能ください。まあまあ。ありじゃないですか。うん、あり。でも後から食うんだよ、しょっぱだから。うん、しょっぱい。はい、ということで、たくあん、45点で。もうちょっと高くしてあげてよ。でもこれ多分カットしたら、80点レベルアップする、こいつは。はい、ということで次。間違いない。タケノコ好きなんでいきますよ。タケノコの里。タケノコな。いただきます。うわ、たくあんが消えねえ。いただきます。うん、これうまっ。ガッチうまい、食べて。いいですか。いただきます。ご飯進む。うめえわ。これ130円だったら俺普通に家の近くにあったら絶対買うわ。そしてどうしようかな。僕切り干し大根にうるさいんで、もうガバッといきます。めっちゃくら。うん、うますぎ。給食思い出します。いや、甘辛い、マジで。甘辛くもないか、甘くてうまい、マジうまい、うまい。さっきタケノコの点数つけなかったよ。タケノコも、まあ、普通に95点ですね、切り干しも。そしてこうやって甘いのの後にウーロン茶を流し込むと、これで中和されます。これが、あのカロリーをゼロにする方法。あれねえよ。皆さん、あの真似してみてください。次いきます。もうこの流れだったらもうこれもうまいよ、絶対。いただきます。きんぴらね。きんぴら、きんぴらごぼう。きんぴらね。うん、
うますぎ。業務スーパー優秀すぎんこれ。これもまあ俺だから90点かな、うまいけど。そしてこれね、なんか山クラゲ、なんか業務スーパー結構人気らしくて巷で噂でした。いただきます。山クラゲ、ん、ちょっと不思議。まあなるほどね、お酒のつまみにはいいかもしれない。どうだね、食感、うん、タケノコに勝るぐらいの食感。まあ山クラゲは俺の中で、うん、75点かな。ちょっと低いね、物足んない、なんか酸っぱすぎる、ちょっと、うん、そして家庭にはね絶対あるでしょ、こちらキムチ。これ200円ぐらいかな確か。でも、ね、さっき匂ったんだけど、うまいキムチの匂いします。いただきます。逆にまずいキムチは、まずいキムチはなんかね酸っぱい匂いしかしないんだよ。これはなんか酸っぱい後になんか辛いよ辛いよっていう声が入ってるんでね。いただきます。何言ってんだよ。あー、なるほどね。正直に言いますね、一回めちゃくちゃつけた後に水洗いしたキムチ、それは味落ちてんじゃん。いや、なんかねキムチなんだけど優しい。そして後から唐辛子がやってくる。と食べてみてください。水洗いキムチ名付けた。全然ありかなって感じ。この値段でこのキムチはご飯があれば全然いける。ただキムチ単体でいけますかって言われたら、ちょっと厳しいかなとかね。うまい、うまいんだ。俺の中では60点です。そしてこちら、皆さん聞いてください、秘宝です。チーズオンハンバーグだと思ったら舞茸オンハンバーグでした。そうやって人には失敗がつきものですよね。中に入ってるのチーズ、そんなサプライズある？ファンタスティックベイビー。ないんかよ。はい、じゃあちょっと舞茸好きでいただきます、ね、いただきます。うまっ、え、うまっ、普通に舞茸と一緒に食べてほしい。味普通にうまい。これ98点でしょ。だって砂糖のご飯とハンバーグだけで200円の定食で出来上がります。うまいわこれ、絶対主婦の味方。うまい。だって1週間分買っても700円でしょ。でご飯と一緒だったら1週間分で1日1食で1400円。マジ安い、間違いない。だって定食2回分だもん。定食2回分をこれに回せば、うん、週7で食べれるという、はい、神食です。さすがに飽きます。いやだからそのためにいろんな味がある、ね、そうだね、考えて。ご飯も半分になってきたんでいきます。はい、シャバシャババターチキンカレー。はい、シャバいね、ま、キムみたいだわ。シャバすぎ、ほんと。俺シャバい、うん、シャバい。俺シャバいってどういう意味？え、シャバいって知らないの？ダサいって意味。ヤンキー用語だよね。そうそうそう、あの龍が如くとかに出てくる、あのメンチ切るやつ、なんだっけ、喧嘩番長。そうそうそう、メンチビーム。こちらあのカレー、あのバタービームです。ちょっとね、中はあの申し訳ない程度に入ってます、チキンが。申し訳ない、そうだね。これもいきます。俺やります。あー、正直言っていいですか、何点ですか。もう見たら分かるでしょ、この行動を。置いちゃいました、一口で。俺的には、なんだろう、ちょっとトマト味が強すぎて、バターチキンカレーの。あんまりまだね、30点。なんかご飯と一緒に食べたくないわ、これ。わかる？これチキンやばいね。なんだろう、これだったら、あのアンパンマンのカレーが好きです、レトルトの。これやばいね。やばくない。ちゃんと食べなくなるよ。いや、無理でしょ。こんなね、綺麗なとこばっか映しちゃダメだけど、めちゃくちゃ食うじゃん。うん、でもどれこれ。いや、もうないじゃん。うん、ほぼ。すごい。ちょっとね、半分こうやってご飯のところが空いたんで、チャーシューいただきます。はい、いただきます。これもうね、すごい。今日も一番それぞれ、これ今日味噌角煮、味噌角煮です。うわやば、ラオシャンロン。古いな。ラオシャンロン、赤ぶとるんじゃないの。赤ぶとるん、まあ確かにね。ラオシャンロン、まあ、足っぽいっすね。見て、ジローに出てきそうだよね、ラーメンジロー。いただきます。当たり？うまいんだけど、風味がちょっと俺は好きじゃない。厳しいね。まあ、でも普通にあのおかずこれで食べてねって言われたら全然食べれる。うん、ただちょっと風味がね、俺的にはちょっと食えるけどって感じなんで65点です。これね、あのチャーシューあるじゃないですか、たくあんと一緒で薄くスライスして食べれば結構いけると思います。ハンマユージローでもきついかなって感じ。ハンマユージローから食えんじゃない。硬いもん、みっちゃん。キム食べてこれ。
いや、重いの、楽い、歯に挟まる、まあ、ちっちゃいほど取る。これやばいって、バレたか、ちっちゃいほど取る、これやばいって。そのままかじりつけばいいやん。これ油やばいって、油わかります、風味、うん、風味に若干癖ある感じがわかります、うん、細かく刻んで食いたい、まあ、ラーメン屋にあるチャーシュー丼みたいな感じで刻んで食べた、うん、そしたら絶対うまい。まあこの全体はそんな感じですね。総括は逆に何が一番うまい、タケノコ1位ですよね。もう俺のね、俺もなんかよし、でこの俺もこの4つの中のこの3つがトップ3、うん、で4番目にハンバーグで5番目に納豆か食べたりしようかこれ普通にもううまいの決定してるからって感じですね。まだこっちは食べてないんで、もしかしたらこのトーストが俺の舌をうなーらす気がする。じゃあちょっとお口直しに納豆食べたいと思います。皆さんご存知でしょうか、この裏技を。僕あんまやったことないんじゃない。なんで律儀にとっては卵醤油かけます。この卵醤油の納豆がマジうまい。ちょっとあるあるよ、マジうまい。あのなんか若干シャバシャバする感じが好き。カレーのシャバシャバは嫌いだけど納豆のシャバシャバは好き。そんな人生だっていいんじゃない。どういう人生なんだ。納豆みたいにネバネバしてる感じもいいけど、たまには流れに身を任せるぐらいのシャバシャバ感もあっていいんじゃないっていう。じゃあこのカレーと一緒じゃん。何が。カレーはこいつ流されすぎだろ。だってもうちょっと傾けたらシャーって全部流れちゃうんだから。あのクラスに20人ぐらいいます、そういうやつ。こいつがあれやるから流されるみたいな。俺は違います、そいつと逆の方向行く。だから友達少ないんだ。お前もだろ。だから友達少ないんだ。いや俺はキムと違うからな。嫌われてるかもしんないけど、やつらは俺の目の前でそれを表しません。やつらというのは皆さんです。はい、調査さんもいますけど、普段絡んでるみんなもやつらって僕は言います。なんなら目の前でも言えます。そんな感じで納豆がいい感じにできてきたのではい、食べていきたいと思います。いただきます。カットしてね、カット。何か言われても いいだろ別に全然いいだろ別に。いただきます。うんうん、ちょっとちょっとどうどうした、どこ。いや、この服の上で。これティッシュあるからね。いや、うまいな。なんか、やっぱこのシャバシャバのおかげで、俺が今から食べますよって言った時に、こいつらも流れに身を任せて俺の口の中に飛び込んでみる。まさにあのクラスに20人ぐらいいるやつら。で、俺がだから、鬼ごっこする人っつって。そしたらもう20人ぐらいが、はーいって俺の口の中にこうやって。何学校何学校ん何学校。メルセデス・ジョナサン学校。知らない、それ、ベンツの話してんの。分かってないな。ベンツの話してんの。ベンツも流れるだろ。メルセデス道路こうやって流れるだろ、メルセデス、ベンツも。メルセデスと、ベンツと、レストランのジョナサンか。だから、ベンツがジョナサンに入ってくるんだ、流れるように。ちょっと何て言うか分かんないから、カットします。ね、この食べ方したことありますか、皆さん。普通、お米の上に納豆を入れるんですけど、このね、パックの中にちょっとだけ少量にご飯入れて、かき混ぜて食べる。やったことない人、手を入れて。はい、よろしい。なんでこうやって今いらないこと喋るかっていうとね、混ぜるためなんですよ、納豆。キムは今手を洗いたそうにね、俺の方見てました。なので、ちょっと3秒ぐらいあげます。なんと、うがいまでしました。実は、チャーシュー好きじゃなかったです。ここのチャーシューがきつい。俺が後日食べるじゃん。いただきます。うん。ちょっとなんかね、角煮の汁に染みたご飯入れちゃったから、逆にまずくなった。角煮そんな嫌いか。角煮もお前のこと嫌いだよ。いつものノリやんなくていいから。はい、皆さんお分かりでしょうか。ポケットを叩いたらビスケットが一つみたいに、ね、手を叩いたらご飯ができます。それが召使いの仕事です。キムは今日から僕の召使い。手を鳴らせば四つん這いで向かってくる。ふざけんな。はい、ちょっとできたみたいなんでシェフ呼びたいと思います。キム、やかましいわ。はい、じゃん。ということで、ちゃんとトースターで焼いてくれた。オーブンか、オーブンって言えばいいか分かんないけど。はい、じゃあまずせっかく作ってくれたんで、こっちから食べたいと思います。そっちかよ。はい、これね、僕のお弁当に大活躍したんで、いただきます。うまっ。おいしい。これとご飯食いたかった。あの角煮じゃなくて、安定のうまさ。これ味がめっちゃ濃くて、これと米あれば全然いける。うわ、俺が高校の時これ2個だけで白米全部いけるって言ってたの、思い出した。そしてタケノコを食べる。これでさっぱりするんでカロリーゼロ。いただきます。
完璧や、焼き具合。業務スーパーと手組んだら天才シェフになる。うまいね。どう？うん、うまい。このちょっと焦げてるところが またいい味だし。でしょ？まずところがした。キモ。あ、いいこと考えた。このピザに牛カルビインします。うまいですよ。うまっ。やばい、これ優勝順位入れ替わった。マジ？これ食べていいから。で、一口食べた後にこれを挟んで食べると。最強にうまい。ちょっとこれハム1枚だけじゃ足りないなと思ってベーコンとか乗ってるんですけど、これ2個を追加することによって完璧。80点だったのが一気に95点になります。うますぎる。うん、うまっ。これ絶対やった方がいいよ、みんな。ほら、ほらね、気持ち的にはハンバーガーになるみたいな。ラスト一口。うん、確かに。うん、じゃ残りはね、これはまあ僕が後で食べてキムの家に寄付します。まあ総評としては、まあ、さっき 1,2,3 トップ3って言ったんですけど、もう超えました。完全これですね。業務スーパーだけじゃないと思うんですけど、こういうね安いピザがあったら、この冷凍の牛カルビ米を買って割に挟んで食べると優勝します。ぜひ真似してみてください。はい、そんな感じで今回動画はキムに TikTok 邪魔された後にイライラしたんで業務スーパーで爆量に買って食べてみたっていう動画でした。今回の動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そんな感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。最初マジチャーシューマジまずかったな。ちゃんとキム食ってね、チャーシュー。俺明日ちゃんとチンして食べるよ、うん、やべえ、アフリカのテスト。あ、そうだ、やべえ。ちょっと今持ってきて、頼むわ。はい、すいません、忘れてました。7人から8人前の杏仁豆腐。これなどうやってあげればいいんだろう。普通にあれか、こう開け口開け口に行ってこのまま出せばいいんだよね。かわいいプーさんの器、女にもらったのかなこれ。ちげえよ、俺もらったんで。いきまーす。おお。お、なんか来る。来る？来ないよ。いや、あ、いける。ちょっと、おい。いけよ、いけよ、いけよ、いけよ。来ないじゃん。ほら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 。おお。犯人豆腐が屁こいた。おいしくねえよ。きれいに出た？え？おお。すげえ。おいい匂い、めっちゃ杏仁豆腐の匂い。ちょっとこれデザートとして食べようよ。見てよこれ、ほらやば。もうこんなの埋もれたい。間違えた、埋もれたいじゃなくて埋もれたい。プルンプルンだね。うん、プリンバンバン、プリンバンバン、プリンバンバン、ブン、プリンバンバン。はい、食べようか。はい、さあ業務スーパー杏仁豆腐どんなもんか行ってみよう。うわ、弾力もすごいねこれ、ほら。あーい、ああ、やります。うん。あ、これうまいわ。俺的にピザの次にうまい。え、マジうまい。これね、食後に一口絶対食べたい。あ、うまいわ。うまい、めっちゃうまいこれ。すんごいいっぱいはいらないんだけど、この一口二口食後に食べたい。意外とクオリティ高い。ね。なんか濃厚プリン。濃厚プリンの杏仁豆腐版。いただきます。はい、こんな感じで。ありがとうございました。